この時間は映画評論家町山智博さんのアメリカ流れ物でございます。今日はご自宅のあるカリフォルニア州バークレーからのご出演です。町山さん。はい、町山です。よろしくお願いします。町山さん、いつも画面でスタジオはつなぐように最近してたんですけど、今日は、ね、なんかね、ちょっとあの画面だけ出ないんですよ。です、ね、何かとんでもないことが起こってるわけじゃないですから。よかったよかった、はい、お見せできないような状況なんじゃないかって、はい、見せられないような状況が起こってるわけじゃないですから。よかったです。あ、はい、音声の方全然大丈夫です。はい、はい、なんかパソコンの方の状況が悪くて、うん、打ってないですけど、はい、すみません、はい、さっきね、うん、あの近所のあのオークランドエイズの試合を見に行ってきましたよ。おお、はい、あの大谷が先発で、うんうん、6回までランナーなしで抑えましたけど、うん、はい、あ、そうですか、はい、でライトも守ったってやつ。そうそうそう、だから二刀流じゃなくて三刀流って言われてるやつですね、うん、あ、はい、そうですか。うわ、それ見てたんですか、町田さん。もう見に行ってたんですよ。すごいの。いや、すごくないんですけど、あのオークランドエイズっていつもガラガラなんで、フラット行ってフラット見れるんですよ。へえ、そういうもんなんだ。う、うん、確かにちょっと観客席空いてたりしますもんね。あ、そっか、うん、ガラガラなんですよ。ヤンキースの試合にこの間行って、はい、それはもうチケット取るだけでも大変っていう世界だったんですけど、うん、あのプレミアついて、はい、同じ大谷見るんでもこっちだといつでもフラット見れますんで。そうですね、はい、あ、なるほど。情けないチームで本当困っちゃうんですけどね。地元ながら、はい、はい、いや、まあ、6回までね、ちゃんと、もう守り抜いたのに、うん、まあ、降板させられて、はい、まあ、その後ね、もう一回打席があるってことでね、うん、したらね、ボコボコに打たれて交代したピッチャーが、エンジェルス負けましたけど。あ、うん、じゃあ勝ち投手の気分ね、なしな。ね、勝ち投手になれたのにね、というね、はい、展開でしたが、はい、あとね、町山さん、ね、アメリカではどうですか、この、まあ、東京のオリンピックっていうのは、なんか放送されてるんですか。もちろん NBC だけですけどね。うんうんうん、徹底して NBC はもう会社全体でとにかく徹底的にオリンピックやってますから。あ、今回のオリンピックに関してどういうふうにこうアメリカでは捉えられてるんですかね。やめろって言ってますね。あ、はい、そうなの、うん、はい、もういろいろと暑さとかもね、もう報道されてしまったしね、うん、アフリカより暑いんですよ。へえ、そっか、そっか。今アフリカって年間通して日本より暑くならないところの多いぐらいなんです。そうなんだ。今ウガンダの選手がね、うん、まあ、行方不明になってるんですか、はい、日本で、うん、多分もうすぐ出てくると思いますよ。あ、なんでですか。暑すぎるから。あ、もう耐えられないと。アフリカの人でも耐えられないところ、暑さは、ね、ウガンダとかケニアって、うん、30度以上になんない年間で、うん、うわ、暑いイメージだったけど、うん、アフリカより暑い国でオリンピックやることないですよね。確かに、ね、しかもこの時期に、ね、みんなアフリカに秘書に行くといいと思いますよ。あらぐらいの感覚なんだ、こう東京って。本当にだってスポーツしちゃいけないですって言うんでしょ、今日は暑いから。あ、そう、確かにいつもね、普通はね、夏はこういう時期はそうでしたよね、うん、ね、でもオリンピックやるとかね、うん、もう本当にどうかしてると思いますんで、うん、僕はとにかく選手の方々がね、それで健康とか悪くされないことをね、本当に願ってますよ、うん、本当そうですね、もしそれが起こったら大変な事態になると思いますよ、うん、この猛暑の日本でオリンピックを誘致したこと自体が大問題になると思いますよ、うん、もうそれがね、まあ、猛暑で行われるってことは分かってるわけですから、ちゃんと対策がね取れてると、まあ、我々どういうのがあるのかまだ知らないですけど、分かんないけど、ね、まあ、でももう始まっちゃうから、はい、もうさすがにもうしょうがない、猛暑だけにっていうね、あると、すみません、座布団を、今日はですね、はい、今日はですね、はい、ワイルドスピードという映画シリーズを紹介します。はい、はい、ワイルドスピード、うん、はい、日本でも最新作が8月6日に公開になると。はい、うん、これね、すごいシリーズでね、はい、10作も作られてるんですよ、すでに、うん、人気なんですね、はい、これね、2001年から始まってですね、はい、この10作、2年ごとに1本作ってるという恐ろしいシリーズなんですけど、ハイペースだよ、はい、で、あまりにも本数が多いんで、うん、ついていけない人も多いと思うんですよ、はいはい、で、ワイルドスピードってのはあるらしいけど、ちょっと見れてないなっていう人も結構多いと思うんで、はい、今回10作目でね、まあ、ちょっと追いついてほしいという感じでちょっと話すんですけれども、はい、この映画はまあ、どういう話かというと車の映画なんですよ、はいはい、主人公たちが、あ、ご覧になってます？
いや見てないんですよ。いやあのなんとなくで、あのこの前僕ちょうどゴジラとか見に行った時に予告でこれがやってて、すごいとんでもないカーチェイスレベルじゃないドタバタのやつやってたんで、はい、そうなんですよ。とにかくカーチェイス映画なんですけども、はい、具体的にはまあ7人ぐらいいる、7人か8人ぐらいいる車泥棒のプロたちが全世界を駆け巡って、うん、世界を救うようなミッションを行うっていうシリーズなんですね。車泥棒がいいですね。車泥棒ですよ。車泥棒のプロたちなんですよ、もともとは。で、これもともとそういう話じゃなかったんですよ、うん、その1作目のワイルドスピード第1作っていうのは、うん、まずそのトラックの強奪事件があって、はい、それがそのものすごいなんていうかな、ドライビングテクニックを使って強奪したんで、うん、そのストリートレーシングってやってる人たちいません、ね、行動レース、はい、だからイニシャル D みたいなね、うん、はいはい、走り屋みたいな、それをやっ、うん、そうそう、それをやってる走り屋の中に犯人がいるんじゃないかってことで、刑事が走り屋文化の中にこう、うん、まあ、潜入捜査をするって話が一作目だったんですよ。だから本当にイニシャル D みたいな話だったんですよ、うんうんうん。で当時日本の改造車がものすごく、日本車の改造車がものすごくアメリカで流行ってブームだったんで、うんうん、まあ、それを当て込んで作られたのが一作目のワイルドスピードだったんですけれども、うん、そこからその続編をどんどん作っていくうちに全然違うものになっていったんですよ、うん、でなぜか彼らその、まあ、車泥棒のね走り屋たちが、うん、あのまあ、悪の組織を倒すという話になっていて、いや車泥棒も悪だけど、はい、うん、もっと悪いやつらを倒すんですよ。ほうほうほう。でそれがだんだん敵がどんどん強くなっていくうちに、なんだかわけわかんない映画になってったんですね。はい、大丈夫ですかこれ、うん、僕もね大丈夫かと思いましたよ本当に。ね、これね4作目でね、うん、ワイルドスピードマックスっていうタイトルなんですけども、うん、メキシコからアメリカに麻薬を、まあ、密輸してる、まあ、組織をやっつけるために、その密輸組織の走り屋になって潜入するって話になってるんですね、主人公たちが。でそのメキシコの国境からずっとアメリカ内部に掘られている地下トンネルでのカーチェイスということになって、でまずそこで、ま、麻薬を倒して、それ5作目がですねブラジルに行って、彼らがそのワイルドスピードメガマックスって、マックスの上でマックスってのは最大なんです、それより上のメガマックスがあるんですね。メガマックス、はい、はい、で5作目でねブラジルの犯罪王がその集めている全財産が入っている金庫ね、うん、もう何十トンもある金庫を車で引きずり回して盗むっていう話が5作目だったんですね。ほうほうほう。で振り回すからもうリオデジャネイロの街めちゃくちゃに破壊するんですけど、うん、はい、でそっからどん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 すごくなっていくんですよ、うん、で車のカーチェイス自体もこうなんていうか、エスカレートしていって、はい、その次のそのワイルドスピードユーロミッションっていう映画では、うん、あのカーチェイスする相手が戦車なんですよ。いや絶対勝てるでしょ、うん、戦車、うん、そう、それも、うん、それもチーフテンっていうもう巨大な戦車なんですね、はあはあ、それと高速道路でカーチェイスするんですよ、その車が。はい、でこれね主人公のチームのボスはビン・ディーゼルという人ですね、うん、まあいわゆるハゲ の, あのマッチョの、ね、はいはい、スターですけど、うん、彼が運転する車大抵というかほとんどですね、うん、70年代のアメ車なんですよ、うん、彼は70年代のアメ車しか乗らないんです、うん、で相棒は白人のですね、ポール・ウォーカーという俳優さんが演じてるブライアンという人です。この人は元刑事だったんですけど車泥棒の中に入っちゃったんですね、うんうん、で彼は日本車の改造車しか基本的に乗らないんです。へー、うん、でその日本車の改造車と70年代のアメ車で戦車と戦うんですよ。分かんない、そういうこだわりがあるんですね、2人ともな。そうそう、うんうん、車が最強って映画なんですよ、ワイルドスピードシリーズ。はははははね、うん、でその戦車は大砲バンバンぶっ放しながら、うん、その高速道路を走るんですけど、うん、その70年代アメ車と改造の日本車に負けちゃうんですよ。どうやって勝てる、どうやって勝つか映画をご覧になってください。ユーロミッションです。ワイルドスピード、はい、でその次はね、うん、ワイルドスピードスカイミッションって映画が作られるんですよ、はい、スカイ2015年、はいはい、スカイミッションなんで今度は空なんですね、はいはい、うん、で今度は車が空を飛びます。ほう、ほう、はい、先取ってるな、うん、70年代アメ車とか空飛ぶんですよ、うん、で それだけじゃなくてビルからビルにジャンプして飛び移ったりします。あ、それはすごいな、うん、で最後は
そのジェットヘリですね、あの軍用の攻撃ジェットヘリとカーチェイスします。いやそれカーチェイスじゃないんじゃない、もうカーチェイスなんですよ。で敵はミサイルとか撃ってくるんですけど、それは無理だ。それに70年代アメ車で立ち向かって勝ちます、はい、勝ちますか、勝ちますね。どうやって勝つんですか。70年代アメ車強いな。強いんですよ。でその次がですね、うん、ワイルドスピードアイスブレイクっていう作品なんですが、はい、ここでカーチェイスする相手は、うん、ロシアの原子力水潜水艦なんですよ。いや潜水艦だって言ったんですからね。潜水艦、はい、潜水艦とカーチェイスするんですよ本当に。どうやってですか。あのね、氷の上を走るんですよ自動車は。あーあーじゃないでしょ。で潜水艦が氷をやこうなんていうの、破きながら破りながら、はいはい、そのカーチェイスするんですよ。で、うん、ビンディーズの乗ってる70年代アメ車が潜水艦に勝ちます。なんでですか。いや逃げ延びるのは分かるけど勝つは分かんないな。勝つんですよ。これ本当にどうやって勝つのかね、もうぜひ見てもらいたいんですよ。はい、これで勝つかと。それで今度の、まあ、シリーズ10作目のワイルドスピードジェットブレイクね、はい、今回公開されるジェットブレイクはジェットブレイクっていうタイトルだから、うん、ジェット機なのかな、うんうんうん、なのかと思うじゃないですか、うん、これねタイトル間違ってるんですよ日本語タイトル。あ、そうなんですか。今回ロケットなんですよ。どう戦うんですか。ロケット、はい、あのね原子力潜水艦に前作で勝ったんで、はい、今度は宇宙に行くんですよ、うん、彼らは、うんうんうん、宇宙に行くんです。宇宙に車で、宇宙に、そうです、あの中古のアメ車にロケットエンジンつけて宇宙に行くんです。エンジンだけじゃないですか。本当なんですよそれ。本当に行くんですよ。それで車で行かなくてもいいと思ったんですけど、そうですよね、そうワイルドスピードは車こそ最高っていう、まあ、シリーズなので、はい、とりあえずタイヤ使わないんですけど、なぜか車にエンジンつけてタイヤいらないんですけどね、宇宙に行くんだからね。そうですね、そうですね、宇宙行けるんだ。そう、中古のポンティアかなんかにエンジン、うん、ロケットエンジンつけて宇宙行くんですよ。はあ、どういう原理なんだろう。よくわからない。ベゾスもこれで行った方が良かったと思うんですよ。そうすればね、あんなチンコみたいなのに乗って宇宙行きやがってって言われないで済んだと思うんですけど。そんな言われ方ない、ね、そう、うん、こういうねすごいシリーズなんですけど、でもそうで深く考えちゃうな、ね、敵がどん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 エスカレートしてますもんね。そういうことか。そうでね、深く考えちゃいけないっていうところはね本当あって、はい、このワイルドシリーズ、ワイルドスピードシリーズがすごいのは、うん、あのすごく重要なキャラクターが次々と死ぬんですよ。へー、チームのメンバーが、うん、でその途中でですね、あのこのビン・ディーゼル の, あの恋人役の、まあ、恋女房のですねミシェル・ロドリゲスという女優さんが演じているレティという、まあ、本当に、まあ、スーパードライバーの女性が出てくるんですけど、うん、この人は死んじゃうんですよ、うんうん、突然死んじゃうんですね、うんうん、でその復讐戦とかいうことになるんですけど、うん、明らかに、まあ、この人4作目で死なせちゃうんですが、明らかにそれは作品上の失敗なんですよ。魅力的なキャラクターだから。ああそうか、うん、でみんなファンとかがなんであそこで死なせたんだって、うん、結構みんな怒ったんですね、うんうんうん、そしたらはいわかりましたって感じで、すぐ生き返っちゃうんですよ。えいいな。次の作品で、いや、次の作品でユーロミッションで、あの死んだってのは間違いでしたっつって帰ってきちゃうんですよ。すごいね、すごいね、男塾とかと同じだ。男塾とか少年ジャンプとかの世界なんですよ。ですよね。あ、そう来てたんだ実は。で少年ジャンプと似てるのはね、戦った敵が次々と味方になってくるんですよ。はあ、いいですね、少年漫画の流れ星銀河とか、うん、でしょ、うん、であのドゥエイン・ジョンソンという、まあ、ロック様ね、はいはい、がこのブラジルで戦った時にそのメガマックスで彼らを追っかける刑事役で出てくるんですけど、うん、その後意気投合して彼らのチームに入っちゃうんですよ仲間に。なんで泥棒の方に行くんだろう、うん、そうでそのスカイミッションではあのトランスポーターシリーズのジェイソン・ステイサムが、はい、まあ、殺し屋として出てきて彼らの敵になるんですけど、はい、その後やっぱりなんとなく仲良くなって仲間に入っちゃうんですよ。いやなんとなくがそれちょっとなんとなくね、そこ考えちゃダメなんです。考えちゃダメだね、深くね。でもこれ筋肉マンと同じなんですよ。ああ、なるほど、そうね、そうだ、そうですね。筋肉マンって悪の超人として出てきた人たちは、
すぐ意気投合して仲間になっちゃうでしょ。そうですね、うん、まあ、フォローマン仲良くなれるもらったもん。そうだよね、ミート君あんな目に、それなんですよ、ね、であとね、非常にハゲ率が高いんですよ。え、ワイルドスピードって、ほう、ビンディーズルがハゲさんですね、はい、でドウェイン・ジョンソンがハゲさんじゃないですか、はい、でジェイソン・ステイサムがハゲさんじゃないですか、うん、はい、こんなにハゲ率の高い人気シリーズないですよこれ本当だね、そうやったね、へえ、そうだから本当僕最近本当に進んでるんですけど、頭が薄くなるのが気づいてますね、これ本当にね、これ見ると元気出ますよねそういう方に勇気を与える作品でもあるとそうだ、ハゲってきたらとりあえず筋肉をつけろみたいな話ですよねでやっぱ車運転してるから空気抵抗があの少なくなるとかいろんなことあると思うんですけど、いやオープンカーじゃないでしょ別にみんなオープンカーじゃないんで意味ないっていう説もあるんですけどでもね、この映画ね、ハンというね韓国系の、まあ、走り屋の一人がいて、はい、で途中でジェイソン・ステイサムに殺されるんですよ、うんね、うん、ところがジェイソン・ステイサムはその後仲間になっちゃうんですよ。ほら、うん、仲間を殺したやつと彼らが仲間になってるんで整合性がなくなっちゃうんですね、このシリーズ、はい、うん、だからしょうがないからハンも死ななかったことになって帰ってくるんですよ今回の作品で。いや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 、何でもありだな。それは何なのって、それじゃあおかしいじゃん、ジェットブレイクで帰ってくるんだけど、うん、その前の、ね、スカイミッションとかでそのハンを殺された復讐としてジェイソン・ステイサムと戦ったこと自体がチャラになっちゃうんですよいやもう、そういう戦いの動機も、俳優さんの方もさすがに困惑しそうですね。困惑すると思います、ね、俺今回悪役だっけどっちだっけ、俺生きてたんだっけ死んでたっけってみんな分からなくなるというね、本当にね行き当たりばったり で戦ってる最中とかもね、あのプラン A はダメだとか言うんですよ、うん、じゃあプラン B だって、プラン B もダメだって言うんですよ、うん、じゃあプラン C だ、プラン C ないよ、そうだからいつものようにやろう、いつものようにって何、何も考えないとか言ったりするんですよ。はー、こんな行き当たりばったりの人たちがやってるんで、うん、シリーズ自体も行き当たりばったりなんですけども、うん、この作品のすごいところっていうのは、うん、CG を使わないことなんですよ。こんなカーチェイスの話なのに、これねちょっとびっくりしたんですけど、これね、この前のアイスブレイクっていう作品がね、うん、またいい加減な話でね、うん、あのなぜかニューヨークを走ってる今の車が全てあの自動運転だっていう設定になってて、うん、まだ自動運転のは普及してないのにね、うん、その自動運転のコンピューターをハッキングして自由に動かすという敵が出てくるんですね、うん、でその主人公たちと戦うときに、そのまあ立体駐車場ってあるじゃないですか、はいはい、うん、ビルのその5、6階建てのビルが全部駐車場になってる、はい、ね、そこに止まってる車を全部外側からハッキングして動かして、うん、そのそれぞれのその階から全部まあ飛び出させて、うん、立体駐車場から車が大量の車が何十台も雨のように降り注ぐっていうシーンがあるんですよ、うん、はい、これ写真があると思うんですけど、うん、あ本当だ、その駐車場から、はい、何十台もの車が飛び出して下に落っこってるんですけど、はい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 、うん、これ CG だと僕思ってたんですよ、うん、ガラス突き破って落ちてきますもんね、いろんなところ、そう、これでもメイキング見たらね、うん、ただ単に本当に落としてましたぶっ飛んでるなこんな何台もすごいですよこれ、は何十台も落としてるんですよ、何十台これ、見るから、うわ、そうで今回のジェットブレイクですごいのは、最新の兵器としてですね、強力磁石が出てくるんですね、はい、うん、でものすごい電磁石を使って、うん、そのまあ、鉄のものを全部吸い付けていくという、まあ、マシンをつけて、それでカーチェイスをするんですよ、うん、で街の中でこうバーンとそれが走ってると、その街中 の, その駐車してる車とかが空飛んできて、うん、吸い寄せられていくんです、ほうほう、ね、うん、それどうやって撮ってるのかと思ってメイキング見たらですね、うん、あのフリッパーという装置を彼らが作って、うん、あの水圧で車を放り投げる、なんていうか、まあ、マシンみたいなものを作って、それで本当に車をただポイポイ投げてるだけでした。じゃ実際に車飛ばしてるんだ。車飛ばしてるんです。これすごい世界なんですよ。これ普通これだけ CG がね発達してるのにね、うん、なぜそこまでしなければならないのかっていうぐらいで、ですね、本当にやってるんですよ。これすごいですよ。これね、クライマックスでは、あの町中の鉄のものが吸い寄せられてきて、うん、それで ある、まあ、洗濯機とか売ってる大きなその大型家電屋さんがあって、うん、
その大型家電屋さんにある巨大な洗濯機があのショーウィンドウを突き破ってみんな外に飛び出していくっていうシーンがあるんですね、うん、磁石で吸い寄せられて、うん、そのシーンでその店で働いてるお店の人とかお客さんもいるんですけど、うん、これはさすが に危ないから合成したんだろうと思ったらメイキング見たら本当にそこに立ってましたよ。彼らの周りを洗濯機が空を飛んでくんですよ。あーそうですか。まあ、とんでもない映画がこのワイルドスピードなんですけど、うん、ただ CG 嫌いなんですけど1回だけ CG を ものすごく使った時あるんですよ、うん、それはスカイミッションっていう回で、うん、それはその主人公の相棒だったポール・ウォーカーが出てくるシーンが全部 CG だったんですよ。えそれはなぜ？これはねポール・ウォーカーさんがこの撮影の途中で交通事故で亡くなっちゃったんですよ。だから途中からそのポール・ウォーカーさんの弟さんに演技をしてもらって、うん、その顔をポール・ウォーカーさんと入れ替えたんですよ CG で。そうだからね、うん、CG を基本的に使わないで本物の車だけで撮影するのはワイルドスピードなんですけど、うん、1回だけ思いっきり CG 使った時は非常に男気があるねえ、素晴らしい。いやなんかめちゃくちゃだけど信念というかなんかそういうのは感じられる作品なんですね、うん、そうなんです。めちゃくちゃで頭はどっかよくわからないんですけど心はバリバリにあるというまさにまあなんていうか車の筋肉マンですね、うん、いや、はい、確かにそうだ、はい、うん、というねシリーズがワイルドスピードなんでまあ頭を空っぽにして見に行ってください、うん、あ、いいですね、はい、いいですね。ちょっとその CG を使ってる意味もグッときますもんね、うん、そうね。あなるほどね。そうか、10作も出てるというすごいですね、はい、でそのポール・ウォーカーさんファンもびっくりするような展開になってますよ今回の。ジェットブレイクはワイルドスピードジェットブレイクは8月6日公開です、うん、町山さん、はい、ありがとうございました。あどうもでした。 TBS ラジオ玉結び玉結び